2021年11月20日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は映画についてここに残しておきたいと思います。自分は本当に映画が大好きで、よく映画を見るんですけれど、今回もたくさん映画を借りてきて、今日は端から見ていました。たくさん借りてきた中で、新しく見るものもあれば、もう今までに何回も見てきた映画をまた借りてきたり、まあ、いろんなものを見ていたんですけれど、やっぱり繰り返し見る映画っていうのはこう自分を構成している一部だったりもして、だからこそこう毎回なんかすごく新鮮な気持ちで見れるんです。同じ作品だけど毎回新しい発見があって、そして見終わった時になんで自分はこの作品がこんなに好きなんだろうっていうことを毎回考えたりもするんですけれど、なんかそういう時間が自分はとっても好きで、今日もそんな時間を過ごしていました。なんかこうやって自分が何度も同じ作品を見るように、自分もそういう誰かにとって何度も触れたくなるような作品を作り続けられたらいいなと心から思ったので、それをここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。